かつて人々は自然に包まれて暮らしていました。そこには妖精、妖怪がたくさん潜んでいました。そして現代、私たちは情報科学技術に囲まれた暮らしの中で、妖精、妖怪の果たしてきた役割を忘れてしまったのかもしれません。コミュニケーション科学基礎研究所では、さまざまな側面から人とコミュニケーションについて研究しています。便利さや効率を目指すだけではなく、精神的な豊かさや安らぎをさりげない形でもたらすことはできないでしょうか。マッシュルームの世界はそうした思いから生まれました。これはさりげなくというコンセプトによるマッシュルーム。マッシュルームが人の名前についてクイズを出してきます。なぞなぞスタート。最初のヒント、コンピュータ関連人物だよ。マービン・ミンスキー。全然違う。マービン・ミンスキーは1969年チューリング賞を受賞した人でしょ。情報工学者じゃないよ。第2ヒント、ベルリン大学、スイス連邦工科大学で科学工学、ブダペスト大学で数学を学んだよ。アルバート・アインシュタイン。惜しい。アルバート。マッシュルームとの一風変わった会話を楽しみながら、あなたは知らない間に物知りになっていきます。もう少し後の時代だよ。第3ヒント、8桁までなら暗算ができたよ。ジョン・フォイ・ノイマン。当たり。すごい。よくわかったね。ここでは人名に関する説明文を自動的に収集する定義型質問応答技術、200万語にも及ぶ莫大な種類の話し言葉を聞き取ることができる超第5位音声認識技術、1万人の人物に関する情報から人物間ネットワークを自動生成するデータマイニング技術など、研究所の最先端技術が活用されています。こちらは見守るマッシュルームです。マッシュルームはあなたに気づいて話しかけてきます。そしてあなたの様子を見守りながら会話を続けます。とにかく聞いてみてよ。ブラジルで盛んなスポーツは？難しいな。今調べてます。答えはサッカーだよ。レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な絵は？ちょっと待って、今調べてます。わかりました。答えはモナ・リザですわ。人が近くに来たことを知るための顔検出技術、周囲の声や雑音などを抑圧するブラインド音声強調技術、人の質問に対する回答を15年分の新聞から瞬時に探し出す質問応答技術、超第5位音声認識技術など、いくつもの技術を統合して自然な会話を実現しています。人々を取り囲む情報通信機器に、これまでとはちょっと違う存在感を与えて、新しい生活環境、新しい関係を作り出すことはできないでしょうか。私たちは環境知能という概念を提唱して、それを実現しようとしています。今回紹介したマッシュルームの世界2006はそうした取り組みの一つです。数十年後、さまざまな情報通信技術がかつての妖精、妖怪のように私たちに寄り添ってくれる、私たちはそんな未来を思い描いています。いつもそばにいるよ。